しい真似を。守ってきてくれた村を俺たちの手で守り抜くんだ。待て、やっと見つけたぜ。お前の相手は俺だ、タコスケ。俺様を六刀流の八と知っているのか。三刀流奥義三点世界。人間の剣士じゃ絶対に俺に勝てないんだからな。普通に考えてみろよ。刀3本のお前が刀6本の俺にかなうわけねえ。これだけは言っとくがな、タコ、俺の命は死神でも取れねえぞ。悪いがてめえは眼中にねえ。出しゃばった下等種族の末路を教えて。これでザコは片付いただろう。キャプテン、あとは任せたぜ。サンジ、手伝え。あとは腹減った。手貸すから戦いに集中しろ。いいぜ。ワンショット。Yeah!
カスから戦いに集中しろ。アーロンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが、俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ？海賊。海賊が俺に何の用だ？てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ！海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か？剣術を使えねえ、航海術もねえ、料理も作れねえし、炭素もつけねえ。トゥーカ、助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。そんなプライドもクソもねえてめえが、一線の船長の器か？てめえに一体何ができる？お前に勝てる。世界中探したって、ナミほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることもナミの幸せなのさ。ナミがいりゃ世界は俺の帝国となる。てめえにこれほど効率よくあの女を使えるか？使う？あいつを何だと思ってる？海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。シャコンだ！そうな人間が、こちらの俺に何をした？種族だ。優秀な測量士だ。飯だって与える。好きな服も格好よさ。ただ改造を書き続ければそう。やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。役もねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。図に乗るな、下等種族が。
お前は俺の仲間だ。アーロンパークが落ちた。終わったよ、ベルメールさん。8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。